うるま市優勝バスは、沖縄県うるま市与那城けなとその東側の東諸部とを結ぶコミュニティバスである。池江な線の路線名がついている。うるま市発足以前、与那城町に属していた平安座島では平安座総合開発が宮城島、池江島では桃原運輸産業がそれぞれ与那城町中心部のやけなと島を結ぶバスを運行していたほか、 カ連町に属していた浜東島では、カ連町 A 浜東バスが1997年に開通した浜東大橋を経由して、カ連町役場と島を結んで運行されていた。2005年4月1日に、与那城町、カ連町が、串川市、石川市と合併して、うるま市となった後、同年6月1日より、それまで3方面で別々に運行されていたこれら、 当初ブレのバス事業を一本化し、うるま市が平安座総合開発に委託して運行することになった。当初は5往復で運行開始したが後に7往復となった。2006年10月までは、勝連長町営浜日賀バスのルートを引き継ぎ、勝連レン庁舎前発着で運行していたが、勝連レン庁舎前から JA 与那城支店前の区間は、 民間のバス路線があるため2006年11月1日のダイヤ改正で廃止された。また同改正により、かぬく漁港前経由がに往復のみとなった。古町市優勝バスとしての運行開始当初は、従前の3路線同様、当時の道路運送法80条に基づく、白ナンバー車両を使用する80条バスであったが、 運行を担当する平安座総合開発が2007年9月25日に一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可を得た、後は緑ナンバーの乗り合いバスとして運行している。ヤッキな海中道路平安座島浜比賀島、平安座島宮城島池島間の一路線で平安座島に入った後に一旦浜比賀島に渡り、浜比賀島で折り返して平安座島に戻り、 終点に向かうルートを取っている。1日に往復のみ、浜東島の南部の加熱漁港前まで足を伸ばして、折り返す便がある。平日、土曜日は1日7往復運行で、日曜日は上下ともに、最初の1便ずつが運休となり6往復となる。JA 与那城支店前発が8時から20時まで、池江共同売店前発が7時から19時まで、それぞれ2時間おきに運行している。 全工程の所要時間は、加熱漁港前を経由しない便が46分、経由する便が55分。JA オナグスク支店前バス停は、沖縄バスのバス停留場のすぐ近くにあり、沖縄バスとうるま市優勝バスを乗り継ぐことにより、那覇市、宜野湾市、沖縄市などとの行き来が可能である。JA オナグスク支店前引くあやわし建前間、平安座、浜比宮城、池江格闘内、 平安座島浜東賀島間の各区間は100円。その他は200円となる。マイクロバス車両を2台使用する。うるま市優勝バスの運行開始まで運行されていた平安座総合開発や桃原運輸産業のバス、及び勝連町浜東賀バスは、いずれも自家用自動車による優勝運送として運行されており、平安座総合開発、桃原運輸産業は、 民間事業者による80乗バスという形態であった。桃原運輸産業のバス停建物の外側に、バス乗り場と書かれた板が取り付けられているカ連町浜日賀バスのバス停運賃は、区間制であった。小人は半額。カ連町浜日賀バスの車両カ連与那臼区地区優勝バスが変わります広報ウルマ2005年6月1日号、ウルマ市。 P16 車市優勝バスについて2006年11月12日のインターネットアーカイブ一般乗り合い一般貸切り旅客自動車運送事業一覧表運輸要欄、内閣府沖縄総合事務局運輸部 P132 葛連長当時の HP 内に掲載されていた浜日賀バスに関する案内よりありがとうございます